竿の弾力殺してるだけなんですよ。竿でこうやってやるでしょ。あれ竿でたわんでるから外れたくても外れない方向になるじゃないですか。糸をピンピンに張った状態でプンって弾いた瞬間に緩めるんです。そんなら糸伸びてテンションかかって針にグーってパンって弾いた瞬間にパンって外れるんです。これ竿やとウニウニってこっちはパンパンやってるつもりでもウニウニってなってるだけ。糸でやるとポンパンって外れる。やり方はここ持ってラインテンションピーって張るでしょ。で張ったらこっちのラインを持ってる手と間に出てるこの糸、根掛かりしてる間にある糸を持って弓の弦弾くみたいにパンってパンって弾く。そしたら比較的取れます。